東西常東西常は、新末の思想家、革命家。字は、白、平、または、仏人、郷は、十進。湖南省調査府、流洋県の人、丹次道と同居を。調査の後継書院、学府元書院、武将の良子書院で学ぶ。1897年、熊木弱い、丹次道、陳三リッター、聖徳一らと共に、事務学堂を創設した。 1898年には、タンツグドーラと共に、南学会を結成した。同年の土の犬の返邦の際には、タンツグドーの招きで、北京に赴こうとするが、途中の観光で、土の犬の政変が起こって、タンツグドーが処刑されたことを知った。そのため、上海から逃れて亡命し、香港、シンガポール、日本等を転々とした。1899年に、 上海に戻り、阿東地方を発行した。同年秋には再び、香港、東南アジア、日本を回り、高優位、両慶長や、孫文らの革命派と接触し、武装勤能を図るようになった。1900年、義和団の乱が発生すると、東西常は、陳、失英年らと、正規会を結成し、総司令を辞任した。7月1日、上海バリ園で、 維新派の人物が集まり、中国国会が開かれた。ここで姿を会長に、元服を副会長に、東西常を総刊時に選び、さらに、歌老会や革命八式人とも提携し、義和団の乱に乗じて、同年8月挙兵して、公所邸を救出、擁立して、南東部水省に改革派の政権を樹立する、計画を立てた。しかし、改革派を急合するために、 満州人の支配を認めないにもかかわらず、皇帝に忠誠を誓う条項があるなど決議は混乱していた。参加者は、孫邦、大康都市、昌平林、筆英年など80人余りであった。介護、自立軍が、観光、観葉、安記省、厚生省、湖南省で同時に放棄することが計画された。この計画は、日本のアジア主義者たち、特に、 東亜道文会遺事の井上マサジの援助を受けていた。しかし、これらの動きは慎重に知られ、長江沿岸では、限界体制が敷かれていた。古行総督配りのホラの下に密告があり、7月27日に、東西常らは逮捕され、翌日に処刑された。以降に、殺到しいただき明細内言、流幼児決意文があり、後に、東西常衆としてまとめられた。 この党上波は中国同盟会にも参加した革命派の人士で中華民国の軍人としても活動している。ありがとうございます。